半世紀余り、すべてを見届けてきたセルリアンブルーのマット。燃える闘魂アントニオ猪木 VS プロレスの神カール・ゴッチ。日本が沸いた伝説の一戦を機に、旗揚げ記念日は時代も世代も全てを超越したドリームマッチの連続。そして新日本プロレスは46回目の誕生日。青く輝くリングで栄光をつかむのは、 IWGP ジュニアタック選手権試合スリーウェイマッチ。同社王者組 2.10 大阪では金丸デスペラード組、そして4日後は武士ヒロム組に相次いで敗戦。三つどもえの戦いで決着をつける。スペシャルシングルマッチ、おら太一が帰り際に入るぞ。いや大丈夫だ。俺をその気にさせたおつりに。その気とは、内藤哲也が提案したヘビー級への転向。あんなに生き生きしてる太一、俺は数年ぶりに見たよ。俺がケツを叩いたからあいつは一歩踏み出す勇気が出たんだな。約11年前、同じ時代を過ごした佐賀か、再び相まみえ芽生えた感情。ついに自称ヘビー級を名乗り動き出した、その運命は。 IWGP インターコンチネンタル選手権試合 1.27 札幌でエース棚橋宏を負傷欠場へ追い込み、新たな宝を手にした鈴木実に真壁闘技が挑戦状。ご存知だろうか、テレビでの笑顔とは裏腹に暴徒と化した真の姿を。烈火の真壁、約3年ぶりのシングル王座へ、いざ。俺のギラギラしてるよレスラー魂をよ、抑えらんねんだよ、抑えらんねん。だからこそだよ、鈴木実を引きずろうとさあ、それだよ。お前は過去のレスラーだ、テレビでも出とけよ。旗揚げ記念日スペシャルシングルマッチ、久しぶりにヘビーチャンピオン対ジュニアヘビーチャンピオンやりたいね。V10 達成、完全無欠の超人王者岡田和親と、世界が認めるジュニア王者ウィル・オスプレイの超ドリームカード。 Just to let you know, I'll be the one that beats you。 あいつこそ僕はプロレス界の一番の選手じゃないかなと思ってますし、ナンバーワンと認める男たちの予測不能な同門決戦。46周年、7周年、8周年、90周年、50周年、俺がチャンピオンで引退に変わるまでおるぞ。輝かしい新日本の未来に向けて、旗揚げ記念シリーズ。